こんにちは。よろしくお願いいたします。では今回はですね、今なんかすごい流行りに流行っています、宝石ネイルですね。宝石ネイル、なんかこうなんていうんですか、ジェルの表面が宝石のようなカット面になっているネイルをちょっと今回やってみようかなと思います。これはそうですね、田辺沙織先生でしたっけ、 お名前ちょっと間違えてたら大変申し訳ないんですけれども、がされている、発表されたデザインですね。ちょっと便乗 しましょうかね便乗させていただこうかなということで、でまあこれ、あの田辺先生はね、アートセミナーとかアート動画とか配信されていらっしゃるんですけれども、ちょっと私は見たことがないので、もうこの完成形しか見たことがないので、手順とかやり方っていうのは合ってるかどうかは分かりません。もう完全に私が勝手にこうだろうなと考えたと言いますか、私が勝手にやっている宝石ネイルのやり方ですので、本物のやり方を知りたい方はちゃんとあの田辺先生にあの習ってください。はい、なのでもうあくまで私のやり方、パチモンのやり方ですので、はい、そこはご了承ください。はい、ということで早速やっていきたいと思います。で、ベースカラーっていうのは多分何でもいいと思うんです。マットカラーでもクリアカラーでもシアカラーでも。で、まあ私はまあグレースジェルさん使ってますので、こちらグレースジェルさんのスケールイエローとスケールブルーですかね。このラメとホロがふんだんに入った、あのもうこれ自体が宝石っぽい輝きかなっていう、これを2色使って塗りたいと思います。で、これ、すごくラメとホロが多くて、すごいね、塗りにくいんですよ。正直。で、モケモケというか、やっぱりホロが立ったりとかすると角が出ちゃう。ツンツンしてしまいますので、そこは塗りながら根っこを気をつけながら塗っていっていただく感じですね。で、クリア系なので透けます。さっきお見せしたこちらの方のデザインは、これはスケールピンクだったかな、このシリーズのピンク色を使ったんですけれども、まあクリア系なんで透けますよね。はい、透けてるんですけれども、カラーって大体皆さん多分二度塗りとかすると思うんですけど、あのね、これ二度塗りするとちょっと本当にケバケバ感というか、この角が出やすいというか、すごいボコボコしやすいので、私は一度塗りにしちゃいます。で、一度だけだったら結構薄いので、一度で結構こうこんもりたっぷり塗っちゃいます。で、あのこんなたっぷり塗って固まるんですかっていう話なんですけど、まあ大丈夫です。なぜかというとクリアカラーなので、これをマットなカラーでこれだけの塗布量で塗ってしまうと生焼け状態になってしまうんですけれども、クリアなのでちゃんとあのライトの光が中までしっかり通りますので、透き通ってますからね。あのなのである程度他のカラーよりも厚みが出てしまっても固まってくれます。なので私はもうこれは一発で塗っちゃうようにしています。はい、で半分黄色塗って、よいしょ、半分ブルー塗ります。でもどっちかというとジェルを塗ってるというよりかは、あのアクリル触ったことある人はそういうアクリルミクスチャーを触ってるような感覚で、もう塗るというよりかはジェルをこう動かしてるっていう感じですかね。で、ここ境目別にこうパッキリ出してもらってもいいんですけど、私はここもぼかしたいので、この境目はちょっと混ぜながら、でこれも
結構本当に表面はボコボコしちゃうので、横向きで見ながら結構ボコボコしてますよね。なので、このボコボコをなるべく鳴らしながら、でもやっぱりこう一発で塗るって塗布量が多いと難しいと思うので、そういう場合はもちろん二度塗りでもいいと思います。で、なるべくホロとかラメが立たないように、立ってしまうとか、時々ね、中に入ってるホロがこうポキッと折れ曲がってて、爪に乗せたらこういう感じで立っちゃう場合があるんです。もうそういうのは取ってください。まあ、ある程度ボコボコしちゃうのはしょうがないので、一旦こういう感じで横から両サイドから見ても多少ボコボコはしてますが、まあ後でコーティングでいけそうなので、まあこれぐらいある程度慣らしたらこれで硬化させます。はい。でですね、まあこちらですね、硬化させました。で、これの上にコーティングするんですけれども、コーティングするときにもう何て言うんですか、宝石のこのカット面を作りながら硬化させるんですけれども、そこで必要になってくるのがこちら、プラパンです。プラパン、100均で、多分どこの100均でも大体置いてると思うんですけれども、プラパンですね。か、もしくは、まあこういう、何ですか、これ、カードケース。なるべくハード、硬めのものですね。柔らかいペラペラのものはちょっと難しいので、あんだけ綺麗なカット面出ないので、硬め。とか、あとはクリアファイルとかですかね。ああいうのを使ってもらったらいいんですけれども、私まあこれで最初やってたんですけれども、カット面のこの面があんまり綺麗じゃなかったんですよ。ピカーっていうツヤがなかったので、これはちょっとおすすめはしないですけれども、プラパンがすぐ手に入らないとか、なんかもうわざわざ買うのはっていう場合は、まあこれもそうか、あんま持ってないかもしれないですけど、とりあえずまあおすすめはプラパンですね。プラパンでやっていきます。はい。で、このプラパンをですね、プラパンをですね、こういう感じで、あ、見えるかな？ちょっとお爪よりも大きめのサイズにある程度カットしておきます。こんな感じね。これぐらいのサイズ。一回り、二回りぐらい大きめにカットしています。で、ここからカット、綺麗にカットしていくんですけれども、私、そんな几帳面な方ではないので、大雑把な人間なもので、何センチでどうのこうのっていうことはしません。 もう結構適当なことやっていきます。はい。でですね、まあ、お爪があります。で、このプラパンがあります。これをね、まあ、ちょっとかざしますね。で、油性ペン。まあ、何でもいいです。油性ペンを使って、まあ、この爪の上でだいたいどれぐらいにしようかなっていうのを測ります。で、この爪、まあ、いっぱいにと言いますか、だいたいいっぱいにひし形を作りたいんですね。なので、っていう感じで、まあ、爪を見ながらある程度この点点点と書きます。はい。で、ここでまあちょっと線を引いていくんですけど、これだったら太いので、私はここでボールペンです。これ何？細いボールペン0.5、まあ何でもいいんですけど、で、ここで今点点点って書いたやつに線をつなげます。ひし形。
こんな感じで、ひし形だけじゃなくて、もうちょっとピュッと伸ばしきっちゃってください。はい、こんな感じですね。で、これをカットしていきますが、ちょっとまあ上はみ出ちゃうと邪魔なので、ここはちょうどここのところでカットしちゃいます。はい、直近、こちらも、はい、直近ですね。で、こういう感じになってくるんですけど、ここ今こうちょっとカットしていくんですが、ここ ここはもう私はもう書かずに目分量っていうんですか、目分量でカットしちゃうんですけれども、今このひし形真ん中にありますよね。このひし形のこの辺、これに平行にここはちょっとカットしちゃいます。はい。で、それ全部、周り全部そうです。ここに平行にここをカットします。ここに平行にここをカットします。ここに平行にここをカットしますっていう感じですね。ごめんなさい。超適当なんですけど。こういう感じで。よいしょ。カットしますね。で、今度ここもカットしますね。はい。で、今度こっちも、ここに平行に、よいしょ、カットします。ここも、ここに平行に、ここをカットします。よいしょ。こんな感じですね。はい。で、あとはこのひし形を切り出します。で、切り出すんですけれども、まあ、ひし形が一番真ん中のメインな。で、これとこれとこれとこれ、この4枚は必要なので捨てないでくださいね。ただ、ここは別に捨ててもらっても、まあ、もちろん貼り付けてもどっちでもいいんですけど、とりあえずこの4枚は必要なので、捨てないようにカットしていきます。パズルのようにちょっとこう組み合わせを間違えないようにしないと。よいしょ。はい、こんな感じですね。とこのひし形と、はい。で、では早速やっていきます。では、ここでトップで必要なのはこのスカルプチュアジェルですね。クリアジェルでもいいんですけど、どっちかというとこっちの方がちょっとテクスチャー固めなので、こっちの方がやりやすいかなと思います。では、塗っていきますね、全体に。で、ちょっとたっぷりめに塗ってください。じゃないとカスカスだと綺麗な面が出ないです。カット面が出ないので、ちょっとたっぷりめにのせますね。
はい、載せました。ではこっから早速載せていきます。でまずひし形、ちょっと待ってくださいね。ひし形真ん中に載せますね。はい、ポンと載せて、ちょっとまあギュッと押して、このひし形全面にジェルがつくようにね。で、中心、この角ですよね。中心がずれないように。はい、載せました。で、あとはこれをパズルのようにその周りに載せていきます。で、こんな感じで、このまんまライトに入れて硬化させます。はい、では硬化させました。で、拭き取りますね。拭き取りといっても、まあ、ここ、貼ってるところは別に未硬化出ないんですけど、この貼ってないところというのは未硬化が出ますし、でこうやって拭き取っていただいた方が、さっきのこのプラ板、貼り付けたやつが取れやすいと思うので、取ります。はい、未硬化を。はい、じゃあこの貼り付けたプラ板を剥がしていきます。こんな感じになっております。わかります？カット面ができるんですね。はい。で、まあここは貼ってないじゃないですか。なので、なんていうんですか、この平らではないんですけど、でもこことここが面があることによって、ここも面のように見えてるので、私はいいかなって思うんですけど、まあその硬化させる前に、この私は捨てちゃいましたけど、これを貼り付けてもいいのかなと思います。全部をカット面にしたい場合は。で、こういう感じでこれで終わりでもいいんですけど、結構この周りが私はちょっと気になるので、わかります？このなんだろう、ここまでが平らな面、こっからは違うよみたいな。なので、まあさっきの一番最初に見せたチップもそうなんですけど、周りちょっと囲ってるんですね、最後に。ごまかすために。で、やっぱりこう角が出るんですよ。ここら辺とか。なので、ちょっと、このエメリーとかバッファーとかで、どうしても引っかかるな、気になるなっていうところはちょっとこう、削って鳴らしてあげる。こんな感じですね。どうかまた角気になるところがあれば、そこも削って鳴らしてあげて、でちょっと周り囲おうかなと思います。で、まあこの時はアートゴールド、アートシルバーをやろうかなと思います。で、まあさっきのこのピンクのチップはゴールド使ってたので、まあこれはちょっとシルバーを使ってみようかなと思います。はい、じゃあシルバーで。
で、別にこれ細くしなきゃいけないってこともないと思うので、できっちりきっちりじゃなくても、なんかこうなんだ、なんですかね、このピンクの時もそうなんですけど、結構太かったり細かったり、結構モヤモヤさせてる感じなので、まあそういう感じできっちり描くよりかは、モヤっとさせつつ、でまあこの時に例えばここの角、さっき削りましたけど、気になるようではここもこう覆っちゃうと、そこまで角が引っかからなくなるというか、ごまかせる。このアートカラーシリーズ、あんまりちょっと高さ出しすぎると、高さっていうのは塗布量やりすぎちゃうと、ちょっとまた生焼け状態で固まりにくくなってしまうので、まあ普通にね、普通に塗っていただければと思います。でもこれ最後コーティングせずにこのまま硬化させて、未硬化拭き取ってもう終わりっていう感じで刺したいので、上からコーティングしないので生焼けになってしまうと、生焼けって中が固まってない状態ですね、厚みが出てしまうと、言ったら光が中まで届かなくて中が固まらない状態ですね。だから生活している中でブニュッとなってしまう可能性があるので、そうならないためにもあんまり分厚くしすぎないようにしてください。あと太さとかちょっと調節しながら、こういう角をちょっとごまかしながら、こんな感じでちょっと一回固めますね。はい、ではこんな感じで最後アートジェルもちょっと少し未硬化出ますのでね、拭き取ってください。こんな感じで見えにくいかな、見えにくいかもしれないですけど、こんな感じでカット面ができます。宝石ネイル、私のやり方です。よかったら試してみてください。ちょっとね、お客様にするには結構手間暇かかりますけれども、まあ面白いなと思いました。ありがとうございました。はい、ではこちらちょっとですね、番外編としまして、切り方のコツっていうんですかね、をちょっとやらせてもらおうかなと思います。で、まあカットカッターナイフで切ろうと思えば切れるんですけど、なんだろう、多少やっぱり厚みがあるので、厚みといいますか、紙に比べると厚みがあるし、まあちょっとしっかりしてるので、一発で切るにはかなり力を入れなきゃいけないし、一発で切り切れないと、まあもちろんパキッて切り目は入るので、パキッとすることはできるんですけど、パキッてするとこの割れ目がザラザラ、ギザギザになってしまって、そのギザギザがそのまんま言うたらネイルアート、ネイルの方に反映されてしまうので、やっぱりちゃんと綺麗に切らないとカット面が綺麗にならないんですね。なのでちょっとまあ私なりの、まあ、これの切り方っていうのを、ちょっと別でまたちょっとこちらやってみようかなと思います。はい、でもこれプラパンにですね、線を引いているんですけれども、まあ、なんか切り方のコツってただ切りゃいいんだろうっていう感じなんですけど、まあ、ただ切りゃいいんですけれども、
やっぱまっすぐ切りたいですしね、綺麗に切りたいと思うので、カッターで切るほど綺麗には切れないかもしれないですけど、一応私のやり方としまして、このハサミありますね。ハサミのこの刃、もちろんハサミの刃はまっすぐですよね。なので、でここに線書いてますよね。でこの刃とこの線を合わせてください。きっちりね。はい。きっちり合わせます。で、このままだったらグラグラするので、ちょっと、なんていうか、この根元ありますよね、この根元刃。ここでちょっと固定するんです。くっと挟み込んで。くっと挟み込んで固定します。で、今、これ線の上にちゃんと刃が乗ってる状態ですよね。でこのまんまクッと切っていくんですけど、やっぱどうしてもブレちゃうんですよ。ブレちゃうので、ちょっと見えにくいかもしれないんですけど、このプレートとハサミっていうのはしっかり固定してください。キュッと、今わかります？ここ、今持ってる手の人差し指でこの刃を固定しています。はい。で、固定しながら、このまま線と刃がずれないように見ながら、キューッとカットしていきます。はい。で、今これハサミ、プラパンの幅とハサミの幅、合ってませんよね。このまま、パチンと切り切ってしまうと、良くないんです。一回やってみますね。このまま切り切ってしまいますね。ってすると、わかります？ここ。割れちゃうんですよ。良くないんです、これ。良くないので、これは、キューッといったら、ある程度まで、だからこのままパチンっていかない。足りない場合は、キューッといって、ここで止める。で、さらに、奥まで行って切る。っていうイメージです。だから、パチンって切り切ってしまうと、ちょっとね、割れてしまうので、もう一回、ここで、しっかり固定しますね。はい。しっかり固定して線の上に刃を乗せます。こういう感じですね。はい。線の上にしっかり刃を乗せまして。で、このまんま、結構力入れてるというか、しっかり固定してください。緩く持ってると、やっぱりもうグラグラするので、結構しっかりめに持ってます。で、このまんま、キューッと。だけれども、幅足りてないので、刃は開いたままですね。このまま切り切らずに、もう一度、持ち直して、で、しっかりこう線の上。で、このまんま最後まで切る。で、まあ、まっすぐ切るっていう感じですかね。まあ、ちょっとつなぎ目とかあれですけどね、カッターで切るほど綺麗ではないですけれども、でもカッターでは本当に一発では切れないので、厚みがあるので。なので、まあ、ハサミでの切り方ですね。ガタガタしない。なるべくハサミでも綺麗に切れる切り方です。まあ、ちょっともしかしたらこれは、器用な方にはいらなかった。器用な方というか、まあ、ちゃんと切れる方には必要ないこの動画かとは思いますが、まあ、一応私のこのカットの仕方、ハサミのカットの仕方のコツでした。ありがとうございました。